ペニー・レイン、ペニー・レインは、1967年2月に、ビートルズが発表した14枚目のオリジナルシングル曲である。両英名シングル曲で、片面は、ストロベリー・フィールズ・フォーエバーである。ローリング・ストーンの選ぶオール・タイム、グレーテスト・ソング500、2010年版では456位にランクされている。レノン・マッカートニーの作品だが、実質的には主に、 ポール・マッカート・ニーによって作られた楽曲である。リード・ボーカルはポール。歌詞はリバプールにあるペニー・レイン、ペニー・ドーリがモチーフになっている。同時期に、ジョン・レノンは幼少期に遊びに行っていた個人員、ストロベリー・フィールドをチーフとした、ストロベリー・フィールズ・フォーエバーを制作しており、このストロベリー・フィールズ・フォーエバーに触発されて作ったとされている。 ペニー・レインの作詞はジョンも手伝っており、1970年のインタビューで銀行があった場所は路面電車の車庫になっててみんなそこで待ってて、そばには査察官が立ってて遠くには消防車が通ってそんな子供時代の記憶を呼び戻したんだ。とコメントしている。ジョンのストロベリー・フィールズ・フォーエバーに比べると非常にポップに仕上がっていて交代賞を成している。 曲中で歌われるこ屋山地下の銀行は健在で、何の変哲もない小さな通りながらも、ビートルズゆかりの地や名所として人気が高い。プロモーションビデオでもペニーレインの映像が見られるが、ビートルズのメンバーが映っているシーンは、ロンドンのストラトフォードにあるエンジェルレイン周辺と、ケント州セブノークスのノールハウスを囲むノールパークの2カ所で撮影している。歌詞は、 A4 of Fish and Finger Pie 4個入りの Fish and Finger Pie というフレーズがあるが、これはリバプールで使われているスラングで、a オ of Fish は4ペンス分の Fish and Chips、Finger Pie はティーンウェジャー同士の性的な関係を表している。音楽評論家のは、このフレーズはジョンのアイデアであると推測している。この曲のレコーディングは、 1966年12月29日に EMI 第二スタジオ、ゲンアビーロード第二スタジオで開始された。この時期のポールはザ・ビーチ・ボーイズのペット・サウンズに響かされており、すごくクリーンに録音することを目指していた。ポールは4トラックレコーダーのそれぞれのトラックに鍵盤パートを録音した。トラック1が基本的なリズムを奏でるピアノ。 トラック2がボックス製のギターアンプにつないで、リバーブをけたピアノ、トラック3が、ホンキートンクを放彿させる、ピアノの音色、トラック4が、トラック2と同様に、ギターアンプにつないだハーモニウムという構成になっている。12月30日にリダクションされ、ポールとジョンのリードボーカルが録音された。なお、このボーカルは、テープレコーダーの回転数を下げて録音された。 1967年1月4日、ビートルズにとって新年最初のセッションとなったこの日は、ジョンによるピアノとジョージ・ハリスンによるリードギターがオーバーダビングされた。この日にはポールによるリードボーカルもオーバーダビングされたが、翌日に取り直されている。1月6日にリンゴスターによるドラムス、ポールによるベース、ジョンによるリズムギターのほか、ハンドクラップ、コンが ハーモニー、ボーカル、ピアノがオーバーダビングされた。1月9日に外部ミュージシャンによる4本のフルートと木管楽器、ブラスセクションが加えられた。スコアはジョージ・マーティンによるものでメロディーラインについてポールがいくつかアイデアを出している。1月10日にビートルズはスキャットハーモニーとハンドベルをオーバーダビングした。1月12日に2回目の外部ミュージシャンによる オーバーダビングセッションが行われ、2本のトランペット、2本のオーボエ、2本のコーラングレ、そしてダブルベースが録音された。ポールはこの時点で曲の仕上がりに物足りなさを感じていた。そんな中、BBC によるクラシックコンサートの中継でブランデンブルグ競争曲第2番補聴調におけるによるピッテオトランペットの演奏に興味を示した。 1>, 1月17日、メイスンをレコーディングに招き、この曲の特徴とも言えるピッコロトランペットソロを録音した。この演奏でデビットに対して27ポンド10シリングが支払われた。キャピトルレコードが発行したプロモーション用シングル版に収録されたペニー・レインはピッコロトランペットによるコーダが加えられたミックスになっている。このプロモーション用シングル版は 発行数が少ないことから、ビートルズのグッズで最も価値のある品となっている。このミックスは、1980年に発表された、レアリティーズボリューム2や2017年に発売された、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドのディスク6に収録されている。ペニー・レインのリアルステレオバージョンは、ビートルズの活動中にはリリースされなかった。 ステレオミキシングされたのは解散後の1971年9月30日で、西ドイツではアルバムマジカルミステリーツアーのステレオ版に収録された。英国では1973年4月リリースのザ・ビートルズ1967年から1970年が最初となる。CD では1987年8月にリリースされたアルバム。 マジカルミステリーツアーに収録された。1996年に発売されたザ・ビートルズ・アンソロジーには感想が感覚器による合奏になっていてピッコロトランペットによるコーダが継ぎ足されたものが収録された。2015年に発売されたザ・ビートルズ1や2017年に発売されたサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド50周年記念エディションには ジャイルズ・マーティンによってリミックスされたものが収録されている。当時のイギリスではシングル版はどのアーティストも同じ柄のレコードスリーブだったが、このシングルでは初めてビートルズのメンバーの写真を使ったオリジナルスリーブが割れた。裏面には各メンバーの幼年期の写真が使われており、当時のイギリスでは大きな話題となった。イギリスでは両 A 面シングルだったが、 アメリカではこの曲が A 面として発売され、ビルボード、ビルボード誌では、1967年3月18日付の、ビルボードホット100で1位を獲得。1967年ビルボード誌、年間ランキングでは、第55位。キャッシュボックス誌では最高位2週連続第1位、年間ランキング45位。出展。ビートルズ、外部ミュージシャン、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。